高下電気鉄道高下線。上毛線は、群馬県前橋市の中央前橋駅から、桐生市の西霧雨駅に至る高下電気鉄道の鉄道路線である。赤城山南独を東西に横断する線形で、赤城山系が一望でき、桐生市内では、渡瀬川を渡る。沿線途中は、むね小規模の町や農業地帯である。主力は、朝夕の高校生通学輸送である。 近年、補助金の交付などにより体質改善が図られ、各駅の改修工事や、中央前橋駅、赤木駅、か川駅の駅舎改築が実施され、2006年には、渡らせ、京国鉄道運動公園駅近くに、気流球場前駅が新設された。工事線は開業当初から古戦橋のない、地平ホームのみの路線であったため、ホームのかさ上げ工事だけで、バリアフリー化も、 スムーズに進んだ。なお、王吾、赤木の変電所施設も冷房車導入のために改良、増強されている。西木竜駅は開業当時からの駅舎で、マンサード屋根を持つ洋風建築の建物となっており、登録有形文化財、県近代海産に登録され、関東の駅百選にも選定されている。また、同駅ホームウアヤも登録有形文化財に登録されている。 大御駅舎は、登録有形文化財と、県近代海産に登録。併設の大御車両区車両検査庫は、工作機械群、開業時の工作機械と大御電気区建屋と共に、登録有形文化財、県近代海産に登録されていい。中央前橋駅には1970年代初頭に、建てられた駅ビルのウェデンプラザビル。 自社ビルがあったが、テナントが相次いで撤退して後輩が進み、最終的には建物の老朽化を理由に解体された。2000年に開放的な雰囲気のガラス張りの駅本屋に建て替えられたため、かつての面影は全くないが、ホーム部分は改装に止まったため、改築以前の雰囲気を色濃く残している。新設された駅舎は大きくなった売店や自動販売機、 各種パンフレット置き場、待合室が設置され、グッズの販売も行われている。なお、高下線においては、一面一線ホームの駅の多くが、東西に走る線路の北側にホーム及び、待合所を立地させている。冬には、北側の赤城山から、赤城おろしと呼ばれる寒風が吹き下ろすためである。他社線と直接接続しているのは、東武鉄道機流線赤城駅。 高下委託のみである。近接した路線があるにもかかわらず、接続駅は少ない。大子駅や新里駅など他社によるバス、乗り合いたくしーの運行も行われている。直接接続していないが徒歩で連絡される駅は、中央前橋、赤城、渡らせ、渓谷鉄道大間,間駅、気流休場前、西気流の4駅に増えた。群馬県の県庁所在地である、前橋市と、 県東部の主要都市、気流市、1921年市政は、明治時代からキーと織物産地として発展してきたが、明治時代中期に、両毛鉄道の手で建設された国鉄両毛線は、やはり織物産業の用地である伊勢崎をも、カバーするため、前橋気流間で南方平野部へ迂回して付設された。より北方にあたる赤城山南独の農村地域は、建築産業を支える。 洋産地帯であったが、交通不便で、主要都市への交通の近代化が求められ、大正時代中期以降、電気鉄道建設の計画が、複数の方面から立案された。先行したのは、東毛電気軌道である。1919年、瀬田郡かすかわ村、現、前橋市かすかわ町の資産家のでで当時、早稲田大学学生であった、田島牛太郎が、競技の開発のため、 前橋紀流館を結ぶ既存県道に近いルートでの、京弁鉄道建設を発案し、同じく、群馬県出身の総大生らと研究を始めた。田島はすでに開通していた、足尾線、現、渡らせ、渓谷鉄道渡らせ渓国線大間駅と、当時建設中、1920年開業であった、上越南線群馬総在機関を結ぶ路線を企画、前橋に拠点を置く、 上下新聞社からの人脈を通じて、前橋市長ら沿線有力者の指示を得、電車による前橋、気流直結を目標として1922年末までに、東毛電気軌道建設計画の主だった発起者を集めていた。これに続いたのが1920年頃から立ち上がった、高下電気鉄道計画である。地元電力会社の群馬電力、当時は大手電力、 東方電力系。1925年に、早川電力と合併して、旧、東京電力となり、後、東京電灯に合併専務、小倉沈之助と、同社土木課長、上倉俊が、自社電力を利用し、県市に代表される、繊維産業が流盛しながら、鉄道交通規格の群馬県南部、埼玉県北部を、合計1 0 0トル以上にも及ぶ、 電気鉄道網で結ぶことを計画したもので、東蒙電機よりも格段にスケールの大きな内容であった。こちらも群馬県知事などの協力を得て発揮者を集めた。東蒙電機は当初電力供給を大手電力会社の東京電灯に打診したが、東京電灯は当時群馬電力の親会社である東方電力と激烈な競合関係にあった。 前橋気流間電車線が二車競り願い見込み、かつ、その一車は自社の対立企業系であったためか、東京電灯の回答は保留され、東毛電機は1923年1月に予定していた最初の発起人会を開けなかった。高下電機鉄道側も、ほぼ同様な趣旨の計画で、地元競合するのは本意でなく、両グループ発起人団は、 同年2月5日の協議で合同を決議、2月25日に、神戸電気鉄道合同発起人団が、正式結成された。この名称は1926年に設立された、会社名に継承される。1924年6月7日付で、第1期建設区間である前橋気流館及び、大声瀬崎本庄館の建設免許が降りたが、 大御伊勢崎本城に至る区間の建設は、不況期に入り、実現しなかった。これについては、高下電気鉄道過去にあった路線計画を参照。前橋紀流間は、国鉄と接続せず、ターミナルは、漁師の繁華街に近い立地で設置された。電力会社や沿線からの資金調達により、1928年、昭和3年2月着工。 非常なハイペースで建設され、難工事であった渡瀬川橋梁も10月に、春高、11月には全線開通した。当初から1500ボルトの高圧直流を用いるなど、地方施設としては、意欲的な投資がなされている。開業当初は、片道45線の運賃こそ並行する、両毛線と互角であったが、距離の短さと、電車運転の威力で所要時間は、 若干短く、運行頻度は2倍以上で、両毛線から前橋、気流直通客を奪取した。電気機関車は保有しなかったが、電車による、貨車牽員や電車への貨物搭載で、貨物輸送も行い、沿線からの産品輸送に利用された。電車車内を半分に仕切って、検視輸送に当てたこともあったという。当初孤立路線であったが、1932年に、東武鉄道が、 気流線を新大ま間,間、現赤木駅へ延長して接続した開業時の電車は、足尾仙台台駅から新大まま駅へ、臨時の渡り線を付設して搬入した。戦後に至るまで、地域の主要な交通機関として利用されてきたが、1960年代に、入り急速に進展した農村部のモータリゼーションにより、通学客以外の利用が減少。 利用者数は1965年をピークとして減少の一途をたどり、1968年の両毛線全線電化で前橋気流間での直通優位性も低下した。以後は慢性的な赤字経営が続いており、沿線自治体の支援なども進められているが、少子高齢化などにより情勢は依然として厳しい。現在、他社線との直通運転はないが、かつて、 東武鉄道からの乗り入れ列車が運行されたことがある。戦前の東武気流戦前通時の短期間のほか、浅草駅から中央前橋駅までの夜行直通列車が1953年ら1960年まで、同じく浅草駅からの急行列車が日中に1956年から1963年まで存在した。もっとも、前橋と東京の間は、 国鉄高崎線経由の方が、はるかに早く、赤城から中央、前橋まで直通急行に投資で乗る客も少なかった。大後から先は、客が皆無で乗務員しか乗っていない事態も生じ、その場合には、中央、前橋まで行かず、本社指令に連絡して、三股駅にあった側線に留置することもあった。このような状態のため、幾度かの乗り入れは、長続きせずに終わっている。 なお、東部車の一部は高性能車で、電力消費が多く、高下線では、電圧降下を起こして、他の列車の運行に支障が出ることもあり、また高速、高加速で、当時の低規格な上下線ではかえって、運転しづらかったという。開業時からの車両の変遷は大まかに、自社発注車と私鉄からの乗渡車、及びその車体更新車、国鉄払い下車西部乗渡車東部乗渡車、 京王上都車ワンマン運転改造と推移している。1950年代までは、在籍車両が極めて雑多だったが、1960年代には、西武建設所沢工場での車体更新車によって、一定の体質改善が図られ、さらに1977年以降は、西武鉄道からの上都車導入で、主力車両の形式統一を実現した。車両は、 1998年から700型が営業運転に使用されている。この700型導入によって、高下線の車両は大幅に近代化された。開業当時から在籍するデハ100型101は、臨時列車やバラスト散布の貨物列車引きなどに使われている。なお、2018年度以降、700型の代替として、 開業翌年に落成したデカ10型以来89年ぶりとなる自社発注車の導入が計画されている。工芸電鉄の電車形式故障は昔から型を使用している。会社内部の公式車両図面にも型と掲載されている他の私鉄や JR の場合は、K 形が一般的。電動車形式称号はデハ、制御車はクハである。平日、 と休日とも同じダイヤである。中央前橋駅西木流駅間の全線運転を基本とし、1時間にあったら主事は3から4本、日中から夜にかけては2本、30分間隔、運転されている。始発列車、最終列車などで、大募駅を、始発、終着駅とする、区間列車がある。全列車が普通列車、各駅停車である。前橋、 日流の両都市間で比較すると、日中1時間に1本程度の JR 両毛線と比べて本数多いが、運賃は割高となる。すべて2両編成で運転されている。高下線の近年の輸送実績を可表に記す。輸送量はほぼ一貫して減少している。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で。 最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報、国土交通省鉄道局監修より抜粋。高下線の近年の収入実績を可表に記す。収入総合計画が増加した時期もあったが、最近では減少している。表中、収入の単位は千円。数値は、 年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報、国土交通省鉄道局監修より抜粋。高下線の近年の営業成績を可表に記す。表中、収入の単位は千円。数値は、年度での値。表中、 最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報、国土交通省鉄道局監修より抜粋。大人普通旅客運賃、小に半額、10円未満切り上げ。2014年4月1日改定。現状では IC カード乗車券の導入予定は、 発表されていない。赤城駅の簡易改札機は、東部専用、入り室上であり、本路線上下車には使用できない。高事線では自転車を持ち込んでの乗車が可能である。2003年4月より、実証実験を行い、2005年4月より、本格開始となった。対象列車は、平日朝ラッシュ終了後終電までと、土休日は終日であり幅広く、 全駅全区間の利用が可能。また持ち込みは無料であり、運賃のみで利用できる。自転車のある場合は2両編成の後部車両に乗車する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。